今回は3つの密を避けて外出してくださいと言われている理由をお伝えします。あともう一つですね、クラスターという言葉についてもちょっと説明してみたいと思いますので、よろしくお願いします。まず3つの密なんですけども、1つ目は換気の悪い密閉空間で、2つ目が多数が集まる密集場所ですね。あと3つ目がですね、間近で会話や発声をする密接場所となってます。まあこの3つの条件が揃う場所ではクラスター発生のリスクが高いと言われています。でまずクラスターなんですけれども、クラスターとは、まあ、小規模な集団感染や、あとそれによってできた感染者の集団のことを言われています。でクラスターっていう英語なんですけれども、日本語で訳すとふさとか、あと集団とか、あと群れということになります。で厚生労働省は同じ場所での接触が明らかな感染者が5人以上いる状況をクラスターと定義しています。小規模な患者の集団クラスターが次の集団を生み出すことの防止として、その3つの密を避けましょうと言われています。で小規模クラスターとは、感染経路が終えている数人から数十人規模の患者の集団のことです。であと感染経路の特徴なんですけれども、これまでに国内で感染が明らかになった方のうち8割は、他の人に感染させていません。で一方、言われていたそのスポーツジムであったりとか、屋形船、ビュッフェスタイルの会食、あと雀荘やスキーのゲストハウス、密閉された仮設テントなどでは1人の感染者が複数に感染させたという事例が報告されています。このように集団感染の共通点は、特に換気が悪く人が密に集まって過ごすような空間、あと不特定の人が接触する恐れが高い場所です。ということで、まあこの3つの密を避けて外出をということですので、皆さんもこれからそういった場所に、まあ、なるべく行かないように気をつけて感染を防いでいけたらいいかなと思います。ということで今回は3つの密を避けて外出をと言われている理由と、あとはそのクラスターという言葉についてご説明させていただきました。ということで今回もご視聴ありがとうございました。